当、なんだかいろんなことがあったね。ってちょっと待て、ユキ。何を大晦日みたいなこと言ってんだよ。まだまだ重要なイベントが最後に残されてるだろ。もしかしてクリスマスのこと？ピンポーン、クリスマスです。クリスマスといえば恋人同士のお祭りだろ。それはちょっと違う気が。いいのいいの、本当の意味くらいは分かってるけど、実際はそうなってるだろ。とにかく学校に行こうよ。おう、そうしようぜ。それでは通信を開始します。出席番号順に取りに来て。だ、忘れてた。三学期はもうちょっと頑張ろうね。科学が危ないことに。桜野くん、ちょっといいかい？あ、はい。どうかしましたか？はい、これ。ん？もしかしてクリスマスカードですか？うん、招待状だよ。君にだけ送るから。僕にだけ？特別だ。プレゼントいるよね。ユウキ、ただいま。さっきそこでクジさんに会ったんだけど、これもらったぞ。なんだろう、
校主催クリスマスパーティー。明日だって。何か交換するプレゼントを用意しないとな。どうかした？なんでもないよ。メリークリスマス。今年もお疲れ様。さあ今日はブレイクオーだから、みんなで楽しくクリスマスを満喫しよう。ま、男だらけなのはどうかと思うけどな。それを言うなよ。どうした？何か探し物？うん、そんなことは。ゆうきくん、メリークリスマス。なんだ、浮かない顔をして。今日は楽しい一日のはずなのに、どうかしたの？いえ、大したことではないんですけど。気にかかることがあったら言った方がいいんじゃないのか。パーティーの主役がそんなに浮かない顔してたら、みんなが心配するだろう。ゆうき、どうするんだよ。ちょっと探したいものがあるので行ってきます。はいはい、いってらっしゃい。なるべく早めに戻ってきてくれると嬉しいな。はい。こんなところにいるわけないよね。寒
重いな。震えている子猫を見つけると、どうも見過ごせないのが私の悪い癖なのかな。蓮沼先生。こんなに冷えて、かわいそうに。私の懐に来るかい。頬がすごく冷たいよ。氷のようだ。ここに結構いたから。そうだろうさ。ほら、そんなに薄着でいると風邪をひくからね。今日は雪が降るらしいよ。ほら、空も低く垂れ込めているね。ありがとうございます。あったかい。私のような冷血感でも寒空に体を寄せればそれなりに暖かいものだろう。うん、先生はいつも暖かいですよ。おやおや、買いかぶられたな。そう言われたら君に冷たくできなくなってしまった。先生、どこにいたんですか？さて、どこだろう。君をほったらかして別の人と遊んでいたかもしれないよ。それは嘘ですね。どうだろう、私は悪い男だから。私としたことがクリスマスの道路の渋滞をうっかり失念していたよ。もしかしてそれを取りに。ああ、心が流行って思わず車を捨てて走ってきそうだった。ありがとうございます。クリスマスにケーキがないなんて、桜野くんがいないこの寮と一緒だ。さあ、開けてケーキを食べようか。ああ、綺麗なケーキですね。君のために特別注文したケーキだからね。美味しいです。それはよかった。全部食べてしまっても構わないからね。と、クリームがついてる。
な、こんなところにクリームをつけて私に食べられたいっていう合図なのかな。違います先生。まったく君には本当にいろいろと悩まされたよ。いけない子だな。悪い生徒って意味ですか？ああ、悪いね。こんなにも教師の私の心を乱させるなんて、お仕置きが必要なのかもしれない。そんな。冗談だよ。君のそんなまっすぐなところが好きさ。可愛いと思ってる。この気持ちがタブーであったとしても心に嘘はつけないな。先生、悪いのは私の方だ。君を一方的に気に入って一方的に好きになってしまったんだから、君は何も悪くない。そんなことはないです。だって僕だって。ほら、それ以上はいけないな。私をうぬぼれさせたいのかな。いいんです、うぬぼれて。だって僕の気持ちも先生と同じだから。そうだろうと思ってたよ、私の可愛い子羊さん。先生、好きです。こんな悪い大人を好きになって後から後悔しても遅いんだよ。私は意外に心が狭い男なんだ。君を話したくなくなるかもしれない。話さないでいいですよ。おやおや、大胆なこと。それじゃあお言葉に甘えさせて、そうさせてもらおう。先生、来年も一緒にいてください。もちろん、君が飽きるまでずっとそばにいるから。いつでも君を見守っているよ。哀れな子羊を導くのはこの私だ。よろしくお願いします。こちらこそ、可愛い桜の君、覚悟しなさい。